1920年代の南フランスが舞台のミュージカル、ボーイフレンドより。はい、トゥイズル非常に揃ってました。はい、スピードもありましたね。はい、コミカルに舞っていきます。このあたりのステップ、必須要素ではないのですけど、はい、非常に細かいステップを踏んで良かったと思います。5つの規定要素がありますこのオリジナルダンス。ミッドラインステップシークエンス、2人のユニゾンがよく合ってます。非常に同調性が問われるこの2人が離れて行うステップシークエンス、これも規定要素の一つ。最後まで回転が落ちずに良かったと思います。総合力を持つカナダ、このアイスダンスの代表も世界選手権メダリスト。今ホックスロットからホックスロットっぽい音楽からチャールストンにまた戻りました。はい、でこの時に顔の表情が2人微妙に変わりました、こういった細かいところの表現力に凝っているのはさすがだと思います。そしてリフト、さあそしてまた曲調がクライマックスにかけてアップテンポに変わってきます。ダイアゴナルステップシークエンス非常に良かったです。ダイアゴナルステップは対角線上に踏んでいくステップです。若きカナダの世界選手権銅メダリストバーチュー・モイア、演技を終えました。ステッピングアウト、アメリカのタニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴストの2人、演技が始まりました。今のツイズルシークエンスは2人ともよくコントロールした回転で良かったと思います。そしてこの速いスピン、タニスの女性の方の足の位置、滑って軸足でない方の足の位置が変わることに回転の速度が変わりました。これは非常に工夫されててよかったと思います。レベルがこれは高いわけですね。はい、非常に見た目にも美しいこの2人。このステップシークエンス、男性の目線を注目してもらいたいんですけど、はい、女性を守るように見てます。まあ、音楽の雰囲気に合わせてよく作ってあると思います。目線までもちろん気を使ってるわけですね。はい、非常にだから2人がいい雰囲気で滑ってるように見えます。ここから2人の見せ場、はい、このストレートラインステップシークエンスに入る前のところですね、つなぎのステップのところ、朝合わなくて非常に苦労してたようですけど、今非常に良かったです。